デジタルフォントのフルーロンの例、フルーロン、あるいはフルーロン、フリューロンとは、タイポグラフィで使用する要素の一つで、一種の記号である。句刀点のように使ったり、食事上の装飾として使用することもある。フルーロンは花や葉を様式的に表現したものである。古言は古フランス語の単語で、花を指すフルーロンである。ロバート・ブリングハースとは、ザ・エレメンツ・オブ・タイポグラフック・スタイルにおいて、 この形を、園芸のディングバットと呼んでいる。印刷屋の花、花の葉と、フロレット、あるいはもっと正式な名称としては、イタリアルネサンスの印刷屋であるアルドゥス・マヌティウスに、ちなんで、アルドゥスの葉、スタ、あるいはキズタなどの葉を意味する、ヘデラの葉、またもっと簡単に、ヘデラシンボルなどと呼ばれることもある。日本語では、花型装飾活字などと呼ばれることもある。 初期の印刷業者は、このような写本のスタイルに似せるためフルーロンを使用した。フルーロンは、初期のギリシア語やラテン語のテクストでも使われている、最古のタイポグラフ装飾の一つであり、段落記号と同様、パラグラフを分けるテクスト中の文字として使われていた。パラグラフの一行目をインデントしたせいで生じた空白スペースを埋めるのにも使われることがある。 非常に様式化された方法で一行の中でパラグラフを分けるほか、リストを分割したり、単なる装飾として用いられることもある。もう少し後の歴史上の文書では、パラグラフを分けるやり方は、改行が普通になり、フルーロンは装飾的に境界を示す記号としてよく使われていた。フルーロンの活字は、他のタイポグラフ上の要素と同じように作られた。 一つの金属活字として印刷屋は文字や数字と並べて活字を組んでいた。このおかげで印刷屋は装飾を作る時間と労力を減らすことができた。この活字はいくつも作って準備することができたため印刷屋はフルーロンを繰り返し使う境界線も組むことができた。17世紀頃の葉のついたフルーロンユニコードの規格ではシンボルのカテゴリー内装飾記号 その他の記号のブロックにおいて、フルーロンは、花のハートという名前で組み込まれている。ウィンディングスと、ウィンディングス2のフォントにはもともと24種のフルーロンがあり、これは、ユニコード7.0において新しく追加された、装飾用映記号のブロックに含まれている。1899年に、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティが英訳したダンテ・アリゲエリ、申請に使用されたフルーロン。ありがとうございます。